ラフト会議で略指名行使始まった僕の福岡ダイエーホークスのプロ野球人生斉藤荒垣杉内と共にチーム優勝を導き新人を選ばれ日本代表メダルも獲得WBC 選ばれチャンピオンホークスエース任され最多勝全盛期迎えてメジャーに挑戦だけど靭帯断裂トミージョン